お待ちしておりました。今回討伐していただくターゲットは今まさに目の前におります。そう、今回のターゲットは私エリザベスでございます。私、自分が何者なのかをずっと探しておりました。私だけではございません。我が主も、そしてあなたも、ベルベットルームに集う者は皆自らを探求し続ける定めなのです。あなたなら私に答えをくださるかもしれない。お手合わせ願えますか？ありがとうございます。では参ります。あの人は一体、よくわかりませんが、あの人戦う気なんですか？戦力測定不能？あの人何なんです？私、エレベーターガールを務める身ではございますが、いくらか荒ごとの心得もございます。どうかご遠慮なさらず、殺すつもりでおいでくださいませ。デッキオープン。あら、出血サービス。思った通りのその強さ、私大変嬉しく思います。ですが、まだまだ幕開け。どうぞそのままでお願いいたします。そのお力、素晴らしいです。ご宴席も温まってまいりました。ただいまより私も本気でまいります。ああ、私は力で自分を上回る者に出会った時、答えを得られる、そのはずでした。ですが、こうして敗れた今、私に囁きかける声は何もありません。え？違いますね。これこそが答え。自分が何者かは自分にしかわからない。自分自身で決めよ、ということなのですね。お見事です。私の用意する最大の難関をよくぞ乗り越えられました。報酬はいつもの方法でお渡しいたします。それと、こちらをお持ちください。こちらは報酬ではございません。私の気持ちです。では、ごきげんよう。素晴らしい。ふふ。それでは、感謝いたします。これはお恥ずかしい。ふふ。